はい、ミスターマイヤマさん、おはようございます。あと10本ということなんで、今この動画を見てる頃にはね、もう300本突破してるんではないかなと思います。まあだんだんね、動画を撮る本数は増えていったと思いますし、今ミスターマイヤマさんの総動画アップロード本数っていうのはね、まあ、かなりのものになったんではないかなと思いますけども、これをまあ初日としてですね、千里の道を行く者、一里を持って、百里の道を行く者、九十九里を持って半ばとせよという言葉がありますけどもね、300本目標の時に290本動画が撮った時にまだ半分だなと思うぐらいがちょうどいいかなと思います。さあ頑張っていただきたいなというところで、マイアミのねハロウィンの様子も楽しみにしています。まあ日本では土日がハロウィンみたいなことになっちゃったんで、そうですね、今日はハロウィンそこまで盛り上がらないのかなって気はしますけども、よくわかりません。私はハロウィンの方はね参加しませんのでねはい、で今日はですね、一つね、ミキサーマイアミさんになんか動画のヒントというかテーマをお届けしようかなと思います。今私が使っているカードケース兼財布なんですけども、これですよね。最近ではね、現金を使うケースがすごく減って、現金を使うときはこの中にお札がね何枚か入ってますので、それを出してっていうことになりますけども、おおむねですね使うカードは3枚になってます。アメックスのプラチナカード、それから P1 カードのゴールド、それから JCB のねブラックカードという、この3枚なんですけども、この3枚を普段使っているのに使ってないカードはこんなにあるんですね。というのも、どのカードが自分に一番適してるかわからないまま作り続けた結果、こんなになっちゃったわけなんですよ。この中には、年間の会員数とかね、手数料ですか。カード手数料ってのもあるのもあります。ですので、これから順番にですね、これをね、解約していかないといけないんですよね。まあ、申し込みの時もそうですけども、解約の時も結構面倒です。で、ほとんどがセルフバックで作ったものです。ね。ですので、セルフバックって結構ね、できるんですよ。で私の場合法人をいくつかやってますんで、個人カードを作った後に法人ごとにそれぞれカードがあるんですよね、まあ、だからこんな枚数増えました。これだけ見ても法人を作るメリットって大きいってことがねお分かりいただけるんではないでしょうか。はい、こうやってソフトバンクね、携帯電話を作るとね、ソフトバンクのカードとかもありますけどもね、三井住友のカードとかね、全部解約しますこれね。あ、 ETC カードもありますよね。 ETC カードここに解約って書いてると思うんですけども、解約する予定のカードにこうやってねマジックで書いてるんですよ。でこれをまとめて置いております。で普段使うのは本当にね、1人に1枚とか1社に1枚やればもう十分です。あんまり増えすぎると会計がめんどくさいですから。で今回何がヒントかと言いますと、実はですね、クレジットカードをテーマにした動画って結構再生数が稼げるんですよね。まあ、ですんでお持ちのクレジットカード1枚ずつに対して、そのクレジットカードの、ね、特徴とかメリットとかデメリットとか、そういうものをねお話していくってのもいいのかもしれません。そうすると今だいたい60枚ぐらいありますけども、クレジットカード60動画作れるんですよ。で私はですね、無審査で作れるカードみたいなタイトルの動画をセブンイレブンのポロシャツを着てやってるのがありますけども、あれはね結構再生されてるんですよ。もちろんねアンチコメント結構ありますよ。無審査じゃねえじゃねえかみたいなことありますけども、それはそうですよ。クレジットカードは審査があります。審査がありますけども、どうしてクレジットカード無審査って動画を作ったかというと、すでにクレジットカードを持ってる方はそのカードを持ってるという現象で、その根拠をもとにこっちのカードも作れますよみたいなのがたまにあるんで、それをね紹介してみたみたいなことでございます。もちろん古い動画なんで今はね、通用しなくなってると思いますんで、その辺も込みで、動画っていうのはね、古くなればなるほどその動画に責任を持たなくても良くなりますんで、まあこのね自分の感想ということで、このカードの特徴とかね、感想ということでお届けすればいいんじゃないかなと思いますよね。それでは、残り10本ですかね。それから来月もありますけども、もうね、前倒し前倒しでいくように頑張ってください。それでは失礼します。